4回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右の伊藤、対するバファローズの先発は右の山下、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の伊藤マウンドに上がります。自分のまずは1回の表、トップバッターは小田。第9球投げました。初球流し打ち、一塁へ送る。清宮軽快な守備を見せました。小田いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第2球投げました、打ちました。上川端ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、中川ナイスバッティングです。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。第9球初球を打ちました、ショート右の当たり、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、一塁ラン右の山田。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは打った、レフト落下点に入りました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番郡司。第4球は見逃し三振、バッターは3番清宮。第5球投げた、外のボール球打った、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。最後は2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは森、投げた、これは引っ掛けた、キャッチャー落下点、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは DH のセデーニョ。第2球投げた、打ちました、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、これはヒットになります。セデーニョいいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。低めボール球、ピッチャーライナー真正面、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、高めボール球打った、サード右横のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。バファローズ2回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはマルティ、インコース空振り三振、右バッターボックスには松本。第2球投げた、高めボール球打った、右中間へのフライ、ライト落下点に入りました、掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番上川畑。第6球を投げました、打ちました、中川落下点に入った、掴んでこれで3アウトになります。山下バファローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは大城、第9投げました、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、スプリット決まってストライク。第4球を投げました、ボール。第5球投げた、ストライク、タイミング合いません。投げた、内角見送ってフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。さあ第9投げた、初球バント、ピッチャーの右へ転がした、上川畑取ってアウト。さあ得点圏にランナーを進めました。バファローズ先制のチャンスを迎えます。さあここで監督は勝負に出ました。第4球を投げた、見逃し三振。リプレイをバッターは3番中川。さあ第4球を投げた、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきます、取ってこれで3アウトチェンジ。先ほど3回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の野村、内角ボール球打った、ライトへ上がった、森余裕があります、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番奈良間。第9投げました、初球打った、宗ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。
ボキは3球目投げました。内角へズバッと決まって見逃し三振。山下3。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは頓宮。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打ちました。ライトへの打球掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは森。第一打席はファールフライに倒れています。投げました。スライダー空振り三振。高めの変化球にやられました。バッターは指名打者セデーニョ。初球から打ってった。レフト前に出る。取りました。これで3アウト。バブローズ結局3者。ファイターズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは万波。第一低めボールが大城ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。バッターは2番郡司。これが2度目のバッターボックス。低めボール球打った。大城下がっていった。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番清宮。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました。初球打ち。大城ボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。3アウトチェンジ。山下5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは紅林。空振り三振。最後は147キロストレート。さあ第3球を投げました。打ちました。フラフラっと上がった。郡司落下点に入った。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番大城。最初のバッターボックスはフォアボール。投げました。打った。上川畑取った。アウト。3アウトチェンジ。伊藤。5回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはマルティネス。打ちました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは松本。第一打席はライトフライに倒れています。打ったんやったりだ。一塁送球。紅林うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番上川畑。第一打席はレフトフライに倒れています。投げた。空振り三振。山下この回も素晴らしい。ゲームは後半に入ります。トップバッターは小田。投げた。打ちました。右中間へのフライですが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番宗。今日はセカンドライナーと三振。投げた。スプリット外れた。フォアボール。ストレートのフォアボール。さあ5球目。あっと引っ掛けた。これは内野ゴロ。一塁送球アウト。バファローズ先制のチャンスを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッター頓宮。今日はショートゴロとライトフライ。初球を打ちました。一、二塁間へベースカバーに入る。伊藤取ってアウト。スリーアウトチェンジ。さあ6回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは初球見逃し三振。バッターは代打加藤。さあ4球目打ちました。ピッチャー真正面。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番磯畑。今日2度目のバッターボックス。投げた。見逃し三振。山下ここまで。さあここゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは森。今日はファールフライと三振。投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。内野ゴロ。マルティネスボールを取る。伊藤取ってアウト。バッターは DH のセデーニョ。投げました。これはいい当たりだ。いったー。一直線入った入った。ホームラン。セデーニョようやく今シーズン第1号先制ホームラン。右中間スタンドに突き刺さった。今チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは7番紅林。今日はピッチャーライナーと三振。投げました。打った。清宮掴んだ。ボールはファーストへ。判定はセーフ。記録はヒット。初安打。バッターは8番石川。今日はサードフライと第1球直球低めボール。第2球バントしました。ピッチャー前に転がした。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。リプレイを 7回の裏、ファイターズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッター打ちました。引っ掛けた。宗軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番郡司。今日は三振と落ちる球見逃し三振。バッターは3番清宮。今日はサードゴロと高
め見送ってフォアボール。右バッターボックスにはマルティネス、今日は三振とファーストライナー。投げました、内角高め、空振り三振。最後はキレのある変化球。7回の裏が終わりまして、伊藤こバフローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは大城、今日はフォアボール。外のボール引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って小田。さあ第4球は外、空振り三振。バッターは2番宗、次は5球目、内角見逃し三振。8回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは松本、今日はライトフライとショートゴロ。第2球投げました、打った痛烈な当たり、ライト下がった、クリーンヒット。松本二塁を狙う、ランナー二塁でストップ。山下、これでノーヒットノーランは夢と散りました。バファローズ同点のピンチを迎えます。ランナー一人を置いて迎えるバッターは上川畑、今日はレフトフライと。さあここで勝負に出ました、第9投げました、ストレートはボール。第2球投げた、ここは送りバント、一塁線点点としている。大城取ってアウト、ランナー三塁に。ファイターズ大走機。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは野村、今日はライト。さあこの対決にし、第5球投げた、内角空振り三振。バッターは8番加藤、投球これから4球目、内角ボール球打った、セカンドこれは守備範囲内、ヘッドスライディング、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。山下、玉井、こういよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは中川、投げた、流し打ち、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番頓宮、投げた、打ちました、抜けた、頓宮ナイスバッティングです。バッターは5番森、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。初球ストライクから打ちました、いい当たり、抜けた、中継、森、いいバッティングを見せました、初安打。さあリプレイです。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、セデーニ、第3球を投げた、三振、セデーニョ、いいようにやられてしまいました。バッターは7番紅林、今日はここまで3打数1安打1三振。さあ第9投げました、初球打った、内野ゴロ、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。さあここは守備を変えてくるよ、ピンチヒッターはワン。第2球投げました、打ちました、大城ボールを掴んだ、一塁へ送る、セーフ、記録はヒットになりました。打順はトップに帰って万波、次は5球目、打ったい当たりだ、ライナーだ、レフトからサードへ、万波ナイスバッティングです。今日2三振の郡司、バンボール一打同点のピンチを迎えています。
山下降板。マウンド上は猛牛の守護神平野。さあ、ここで監督は勝負に出ました。投げました、高め、空振り三振。平野ナイスピッチング。左バッターボックスは3番清宮。スタンドからはなんとかストライク、空振り三振。平野三球で仕留めてみせました。次は5球目、打ちました、あっと引っ掛けた、三遊間のゴロ、ショートから一塁送球、アウト。ゲームセット、バファローズ見事勝利を収めました。さて、今日のヒーローは勝利投手の山下。本当に今日は大活躍。